2008年3月21日、とあるインターネット掲示板に奇妙な書き込みがありました。1週間前から変なことが起こってる。ちょっと聞いてくれ。最初に言っておくが、俺は妄想癖でも、総合失調症でも、病気でも何でもない。笑わないでくれよ。ガチなんだ。最近、猫の忍者に襲われてる。これはガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼います。ねえ、パーク立ち入り禁止しようぜ。そこがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、ご苦労様です。コスケです。こいちです。今回はですね、はい、猫の忍者という話です。よっ、猫の忍者。はい、皆さんももしかしたら見たことがあるかもしれません。この世にはどうやら猫の姿をした忍者がいるらしいんですよ。いねえよ。いねえし、見た時あるかもしれませんじゃねえよ。なんでそのナチュラルな入り。ないですか。ケウだよ、あって。なかなかねえよ、そんなよ。友達とか聞いたことないですか。そいつぶん殴るわ。なんなんだよ、マジで。今日その話なの。はい、今回は猫の忍者の話です。先に言っときます。多分いないと思うな、俺は。わかんないよ。まあ、みんな見ていこう。コメント欄にちょっと見たことがあるっていう方、まあないっていう方でもいいんですけど、まあちょっとどちらか教えてください。じゃあ、早速見ていきましょう。はい。1週間前のことから順に話していく。1週間前の夜12時頃だったと思う。公園で運動するのが日課だったので、いつも通りジョギングやらいろいろしてた。で、一通り終わった後、滑り台の上でコンポタうめえってやってたんだ。そしたら後方からカサ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 って音が高速で迫ってくる。音がする方向を見ると小さな子供みたいなのが高速で走ってて、公園中央あたりで止まった。え、こんな時間に子供？しかも早すぎねえか。いろいろ考察してるうちに反対からもまたカサ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 、そして中央で止まる。絶対人間じゃない。小さすぎるし動きが人間じゃない。で、俺はガクブリで静かに動かないよう見てた。その生物に気づかれましたよ。もう俺涙目。微妙な感覚を開けながらカサカサと迫ってきた。近づくにつれ月明かりでだんだん見えてきた。それが猫だったんだ。猫が二足歩行？ありえねえだろ。なんか持ってるし。もう脳内はパニック。え、猫ってあんな速くしかも二足歩行で走れんの？黒い服？忍者みたいな格好だな。なんか持ってる。なんだあれ。とかパニクってると先頭の一匹がジャンプした。その時持ってるものが見えました。なんかギザギザした刀のようなもの。俺に向かって突き立ててる。これ刺そうとしてるよな。その瞬間スローモーションでした。やっと理解した俺。すごい速さで滑り台駆け下りて逃げた。うわ、下にもう一匹いるよ。こいつも刀持ってるし。もうダメかもわからん。滑り台を駆け下りて俺も必死でした。下の猫には地面蹴って砂かけまくった。上のは確認してる暇はないけど、とにかく逃げなきゃ。その後は世界で新記録出せんじゃねってくらいのスピードで家に逃げ帰り、鍵を閉めカーテンを閉めてしばらくガクブルしてた。落ち着いてきていろいろ考えているうち、あれは錯覚だったんだと納得させて、その日は寝ました。3日経って何事もなかったので、やっぱ夢か錯覚だろうなとか思ってました。3日後の夜、なんと奴ら家に来ました。夢じゃなかったんだ。そうだよね、夢ならあんなに鮮明に覚えてないよ。だからその話の入りもな、まあ、おそらくですね、日本人、まあ、全ての人は一度は経験していることかなと。なるほど。この物語の主も、はい、あなたも、うん、統合失調症です。あ、そうですか。ないですか。私は医者でないんで断定はできないんですけど、はいはい、一度お医者さんに伺ってみるのはいいかなとは思うんですね。検診した方がいいかもしれませんね。なるほど、なるほど。まあ分かりません。最後まで見たら最後でそうですね、話が変わってくるかもしれません。じゃあ続きです、はい、仕事が終わって家路に着く8時頃だったかな。妙に猫が多かった。猫大好きな俺はあの日のことなど忘れて触ろうと近寄りました。行った、引っかくなよ。まあ可愛いから許すけど、シャーってずっと威嚇してたからしょうがない、帰ろうって立ち上がりました。周りを見渡すと地面が動いて30匹ぐらいやったかな。大量の猫がいました。俺は3日前のことを思い出して怖くなって地面を足で蹴って威嚇しながら早足で家に帰りました。もう泣きそうだったけどね。普通の猫だったし大丈夫。ただ俺がしゃがんだから餌くれるもんだと思って集まったんだろうと、また自分を納得させました。でその後は何もなかったんで、飯食ったりしてるうちに忘れてた。お風呂入って今日は疲れたから11時頃には寝ました。カサ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 、妙な音で目を覚まし時計を見ると2時10分。うわ、変な時間に起きちゃったな。さっきの音なんだろう。まあいいや、目冴えないうちに寝よう。カサ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 、うるせえな。なんだよあれ、この音家の周りずっと回ってる。この時点でようやく3日前のことを思い出しました。カーテンの隙間から外を覗くと、うわ、あいつらだ、多いな。なんだよ、夢じゃなかったのかよ。どうしよう、怖くて怖くて布団に潜ってました。ずっとぐるぐる家の周り歩いたり走ったりしてた。そのうち寝ちゃったんでしょう。朝になってました。また仕事が終わって帰宅。今日は猫いなかった。でも案の定夜中に来てくれましたよ。また走ったり歩いたり、怖かったけど何にもしてこないので耳塞いで寝
りました。そして昨日の夜中ついに来ました。窓の音カツカツ、どんどんガチャガチャ、壁ガリガリ、うわこいつら入ろうとしてる。家の窓はガラスの外にカバーみたいなのがあるので割られる心配はなかったけど、カバーの開け方を覚えてしまったら明け方4時まで続いた。本当にちびるかと思った。もちろんちゃんとは寝れません。そして今日また来たよ。同じように壁ガリガリしてた。今日は仕事休みだからよかった。明日も来るのかな。猫の忍者に狙われるというお話でした。これまあじゃあ先にちょっと一旦見解聞いてから話しますわ。ああなるほどなるほど、うん、極太としての見解。そうです。これ極太としての見解は嘘です。嘘、大嘘よ。何嘘話するの。全身全霊をくれよ本当。そんなこと言ったら全都市伝説 YouTuber 嘘ですから。これ怖いな。これ最初投稿した人が怖いよ。そうなんだよね。コピペのね文面は皆さん見ればわかると思うんですけど、ちょっとねなんかその文章もキモいんだよね。だからそういうヤバそうな人の書く感じとか、統合失調症だけを集めた人狼してみたいな。リアルに狂人の人しかいないじゃんそんな話し合いの時間にみんな分かってるのに俺は今人狼に狙われてるって言い出すねみんなそうだよっつって皆さんももしですよ、猫の忍者が見えるようになってしまったら統合失調を疑ってほしいっていうのと、ああそうだね、はい、まあ皆さんの周りで猫の忍者がいるんだよねって言い出したら、うん、はい、ちょっと最近疲れてるとか、そうそう、ちょっとお医者さん行こうかとか、うん、確かに手を差し伸べてあげる危険信号かもしれないね。そうそうそう、そう見えるか見えないかで判断してほしいかなっていう、うん、そうですね、強要になりましたね今回、うん、すごくあれと一緒だね、心肺蘇生法みたいな感じで。あそうだ、ね、まあ、覚えておくといいかな。まああとなんか近しいのは学校でいうあの儲かる話があるんだっていう、なんかネズミ講とかに引っかからないようにしましょうっていう習慣に近いものかもしれません。ありますね、はい、皆さん校長先生の話が長いと思った時は、うん、ありませんか。だいたい意味はないです校長の話は。そうですね、権威とお金を持った人はだいたいどうにもならないつまらない話をしていきます。極太もそれです。以上極太の話です。おいおい否定しろ。極太のおまけ都市伝説コーナー。今回はですね、うん、チュッパチャップスです。まあ有名ですよね、はい、チュッパチャップスちょっと他の飴と比べて高いなって思ったことないですか、うん、まあそうだね、確かに飴なんて5円10円みたいなとこあるけど、そうそう1個で100円もしない100円もしないから、ね、50円ぐらいするよね。で高いの理由がですね、うん、ピカソがチュッパチャップスの包み紙をデザインしたからっていう都市伝説があるんですよ。あ都市伝説があるんです。都市伝説があるんですよ。あでも確かにあのデザイン可愛いもんね、すごく、うん、そうそうそう。で今回極太、うん、ダイナマイト検証しました。検証したんだ、はい、はいはいはい、徹底的な調査をしました。なるほどなるほど、はい、まあ、Google やら、うん、Yahoo やら、うん、徹底調査しました。ググっただけじゃん検索エンジンただこうやってパタパタしただけなの。それによるとですね、どうやら、まあ、デザイン料が高いというのは、うん、ガチだと。ああ、やっぱいいデザインだもんね。そうそう。ああ、だからキャンディー自体は安いけど、うん、もうデザイン代が高いと。そうそう。はいはい、まあその著作権とか。ああ、だから1個のあたりの値段が高いんだ。高くなっちゃってるし。はいはいはい、ただですね。味は美味しくないしね。あれまずい。そんなことない。そんなこと言うつもりない。うん。いや、まずいよ。5万人。うん、今。2000人の時に言うことだからね。5万人だろうってね、みんな思ってます。あ、チュッパチャップスうまかね。いや、別に、まずいよ。じゃあなんかさ、なんだろうな。お祝い事、なんでもいい。じゃあ、退社ですとか、うん、じゃあ、バイト卒業とか、うん、高校の時の誕生日プレゼントとか、うん、チュッパチャップスのさ、花束みたいなのあんじゃん。あれさ、はいって言って、持ってくるやつ、先生な、こいつって思わない。まあ、上がらないよね。うん、いや、最初は嬉しいかもしれない。ありがとうって、家で舐めてさ、もうずっとオブジェ。はいはいはいね、オブジェずっとオブジェ夏溶けてぐちゃぐちゃになってね、そう、うん、ビッてなりますけど、なりますけど、うん、別にそんなこと言うつもりないんですよ。あそういうことではない、ワンチャンチュッパチャップス案件来ると思ってるんで。ないよないね、言っとくけど、ああ買いませんあんなのは、はい、なくなりました。自ら買いません、まあ、ただですね、さっきも言った通り著作権が高いのは事実でした。ただ書いたのがピカソじゃなくて、うん、ダリでした。おー、サルバドール、はい、そうスペインの、はい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 、まあ、ちょっと何の絵を描いてるかっていうのは教養がないんで出てこないんですけど、うん、ダリが描いたんで、うん、高くなっているという都市伝説でした。あーそうなんだね、はい、都市伝説っていうか事実でした。事実でした、はい、それがガチでした。小話だねこれ何、俺らの最終目標ってどこなの。えっとですね、
最終目標なんだろうね、この動画が2000万再生ぐらいって言われて、うん、何もせずに銀座の寿司を食いに行くことですよ。方向性は無限大です、はい、インフィニティ、インフィニティダイナマイトでお会いしましょう。さよなら。したんでしょ、分かんないな。インフィニティ2000再生で